本日はロマンス詐欺疑惑や贈与税問題で炎上中のキャバ嬢の姫香の弟についてと、姫香の家族についても暴露されていたので、そちらについて紹介します。キャバ嬢の姫香にロマンス詐欺をされたと訴え続けている元太客であり自称元彼の菊池翔が、姫香の弟についてと、反社から姫香の家族を救ったことについて暴露しました。まずは姫香の弟の中本彼らのインスタグラムのストーリーで投稿されたとされる姫香の弟がクラスメートをいじめている動画と動物をいじめている証言が流出していたので、そちらをご覧ください。え、コウガ、おめでとう、これ。おめでとう。え、コロナに？いや、わからないです。え、これはなんだ？これ、え、裏どうなってるの、これ。え、え、いやいや、え、これは、え、これ、これ、これとかなんなん、これ。え、つかさ、え、これ何？うぃ。え、これバリうまそうじゃない？え、これ、あ、いいよ、いいよ、これ、あ、いいよ、え、最初これバリうまそう。この姫香の弟のいじめ動画に対して菊池翔はインスタライブにて、俺はその時にめっちゃ反社に狙われてて、いろいろこう俺のところにも情報が来るんだよ、次これ出すぞあれ出すぞって。でもう今まで俺はその反社には絶対金を払わないって決めてたんだけど、自分のことはもうどうでもいいやと思って金払わなかったの。そしたらその反社の方がじゃあ姫をいじめるっていう多分流れになったんだと思うんだよね。もう別に菊池いじめても金出さんから、もうそれだったら姫のこといじめればいいみたいな感じで多分あの写真が出回ったと思うんだけど、で今度そっからほら家族も今度叩かれ出したでしょ。でそれによってもうさすがにもう俺ももういや勘弁してくださいと、俺の話だったらいいけど姫とか姫の家族のことはもう手出さんでくれって、でもそこは触れないでくれって言って、もうじゃあ今すぐ4000万作れって俺言われたんだよ。でいや今すぐってそんな現金そんな4000万なんか持ってないし無理ですって言ったんだけど、いやそれだったらもう出させてもらうみたいなっていう感じになっちゃったから、俺その時持ってた時計全部売ったんだよ、自分の。俺別にそんなに時計持ってるわけじゃないけど1個だけ残して、その他は全部時計売却して現金すぐ作って、もうこれでとにかく納めてくださいと言って現金渡したので、そしたらいやもうこういう風にして、いやごめんねって、迷惑かけてごめんねって、今そうやってお金も払って抑えたからっていう話をしたら、その次の日とかその次の日とか分かんないけど何日か後かにブロックされた。これがね、俺がねタンメンの一家を攻撃された時に、俺がそれはやめてくれって言って反社に金を作る時に売った時計、俺のことは叩いてもらっていいけどタンメンとタンメンの家族は叩かないでくれって言って、で今すぐ金を出せって言われたから、でも今すぐってそんな4000万とか出せなかったんだよ、俺現金持ってないし今すぐその銀行から出すってできないからってで言った時に、じゃあもう時計出せって言われて、で俺はこの時計を全部売却して、でプラス他のことでも現金を作ってそのお金を詰めてるの。だからそうしてタンメンの弟ね、タンメンの弟はその時めっちゃ叩かれたけど一気に鎮火したのは、俺がこういう風なことをしたから、だから鎮火したので、俺は自分の別に俺そんな時計とか好きじゃないんだけど、今まで買ってきた時計とかを全部その時に売却してタンメンの家を守ったの。左上のこのサブマリーナあるでしょ、ロレックスのサブマリーナ、この左上のサブマリーナはその前の奥さんの時から持ってた時計だったから、だからそれで止めたんだけど、もうこれを金に変えてタンメンの弟守った3日後ぐらいにもうブロックされたから俺。そして菊池翔は姫香の父親と母親についても自身のインスタライブで暴露しました。別れて未練ありますか？全くないですね。でだってさ、別れて全く未練もなく、もう口もだんまりして口をね割らずに生きてたわけですよ。そしたらさ、短命親父がさ
そんなさ、エリカのこと上から下まで舐め回すようにしたあの執拗なあの脂っこい目、もう腹立つよね本当に。俺からしてみたらブチーみたいな、何なのこの親父はって、どこからその勘違いができちゃったのかなって。しかもなんか相川翔と仲いいらしいんだよ。相川翔と仲いいから何なんだよお前はみたいな、旗持ちのくせに何調子こいてんのみたいな。ランスに乗り込んできて、なんだ自分は、なんで娘働かすんだ、今すぐ辞めさせろ今日だって言って行きましたらしいよ仲間とか18の時に。いやそれはまあ別にいいよ、未成年だし、それはお父さんが怒ってまあ入ってくる、それはもう別にいいんじゃないですかと、今すぐ辞めさせろって、それはまあ別に筋通ってるし、保護者なんだから、だってそれはまあ判断できないっていうね、その二十歳以下未成年で判断できない娘を働かすなと、保護者の俺が出てきた、それはまあいいんじゃないんですか、もうそれはもういろんな家庭があるんでしょうし、それは知らんよ。だけどさ、娘がさ、いろんな形でさ、これだけの視力を吸い込んで有名になっていくわけじゃん。もちろんだってそんな人いないんだもん、全国区でそんな人いないんだもん。で俺がそんな人いないっていうものを頑張って持ってこうと思って応援してたわけだから、そんな人いるわけないじゃん。そしたら今度さ、すごい娘だってなって2022年7月に、なんで辞めるんだキャバクラなんでキャバクラ辞めるんだ、やめるな、キャバクラやめるんじゃない、なんでキャバクラやめるんだ、キャバクラやりなさい、どういうことなんですかお父さん、お父さんどういうことなの、もう頭の中ミーハーなの。尼崎の車屋が調子乗りすぎなんだよ本当に。俺の娘は姫香だぞみたいな感じで調子乗りすぎた、あいつはバカなんだよバカ。あれ短面親父のなんか昔の写真もらったな、そういえば短面親父の若い時と短面の子供の時の写真だから分かるでしょ、振り込み入れてる調子乗ってるの。えすごっ、すごいマジでえママがずっと欲しいって言ってたやつ。そうなん、そうでさ、自分のさ、自分の嫁がさ、これだけのプレゼントもらっといてよくそんな態度取るよな短面親父、信じられないんだけど本当に。自分ではそんなプレゼントさできないんだぜ短面親父、嫁なの浮気女いるのにって。いやだから不倫はする、そんなプレゼントも買えないで、俺に対してそんな態度取る、どういう思考回路してんのか全くわからないんだよね本当。あのクソ親父、夫のプライドとかないよ。でなんかね、短面親父はスニーカーが好きらしいんだよ。でなんかそのスニーカーを買ってることを母親にバレて、でなんかそれをね車のトランクに隠してるらしいんだよ。でそれでなんかまた喧嘩になったりとかしてるらしいんだけど、いやそんな喧嘩もうんぬんじゃなく、もう普通に不倫してるし、新地で不倫して同伴するわ、キャバクラ行くわ、で酒飲めないんだよ短面親父って。酒飲まないくせに新地に来て不倫してんの。まあ、結構てかちょっと何件かいただいていて、タンメンが結構帰ってきてるっていうことをね言ってました、実家に。だから毎日作戦会議をしてるんじゃないかなと。とにかく家族べったりなんで、もう何かあれば全員揃うから、夜な夜などうすんだどうすんだっていう話になってるんじゃないかなと。まあそれはもう憶測の話ですけど、実家に帰ってるみたいですよ。で近隣の人から通報がありました。だから家族会議してるんじゃない。であとはこれも結構ね、もう5件ぐらいあったかな、5件ぐらいあったんだけど、今週の月曜日だか火曜日だかに、あの天満警察署にタンメンと親父と母ちゃんかな、であとはエースグループの黒服たちが外にいたらしいんだけど、こんなのリベンジポルノだって言って、あの母親がね発狂してたらしい。だからリベンジポルノの要件満たしてませんよって。でだからその警察の方も困ってたみたいですよ。そんなのさ、一般販売されてるコスチュームを着てさ、それでリベンジポルノって言ったらもう世の中もうどうなるんだよっていう、どの要件も満たしてない。まあただね、まあ、今後に関しては、そこに関してはあの皆さんの不快にならないようなところはあの心がけていきますので。いかがでしたか。本日はキャバ嬢の姫香の弟と両親が暴露された件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。